返信なかったかってそんな気にするほどか。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回こちらのフォロバされないと死ぬ、こちらのゲームやっていきたいと思います。こちらのゲーム、ホラー注意となっております。苦手な方はご注意ください。それでは早速始めていきましょう。スタート。僕はエータ、ツイッターが大好きな男子中学生だ。あとエータ君で了解です。最近僕には悩みがある。どんな悩みだ？中学生かな。全く可愛い子に滅ばされないことである。滅ばされないこと。まあなんか別に友達同士だったら別に滅ばしてもいいかなと思うけど、可愛い子って別にもういろんな人と会うからね、あんま中学生と話そうとは思わないだろう。さて今日もツイッターするか。ツイッターどうやってするんだろう。あ、可愛い子発見、フォローする。なるほど、そうやって見つけてフォローしてんだったらそれは滅ばされないわ。だって有名人とかでしょ、相手だ。多分フォローバー来るかな。あんまされないんじゃないかな。とりあえずファボバックと固定ツイートのリツイート、あと最新ツイートにリプしとこうっと。うわー、なんか怖いって、そこまで来ると多分相手も怖いと思ってそれフォロワーしてない説あるかな。1時間後来ないだろ普通。浮上しているのにフォロワーはもちろんリプ返し、リプへのいいねもない。フォローする分には別にいいと思うし、ファボバックっていうのもいいし、別にそれはいいと思うんだけど、別に返信なかったかってそんな気にするほどか。エータ？え、なんで？なるほど、これがもうタイトルの通りなのか。フォロバされないですね。じゃあちょっともう一回、もう一回やりましょう。お、何これ？もういきなり？うわー、もう上か下か真ん中か。どれにしようかな。真ん中にしておきましょう。フォローしましょう。フォロー。うわー、またフォローはされんかった。早いって。もう首がぐっちゃりいったわ。うわー、もう血の雨降ってた今。血の雨降ってるやん。もう一回行きましょう。痛い。体中が痛い。そうだよね、きっとね。なんなのこれ。何かがおかしいよ。エータ。どれにしようかな。上から2番目で行きましょう。フォローしましょう。次は？うわ、また、もう全身から血が。ゲームオーバー。うわ、もう、血の雨ってレベルじゃない。もう血で塗られてる。もう一回行きましょう。スタート。痛い。何かがおかしい。嫌だよ。もう痛いのは嫌だ。いや、もう痛い思いしたくないよ。嫌だ、嫌だ。怖いよ。誰か。エータ。お願い、助けて、助けて。怖いのと痛いのはもう嫌。もうフォローするしか、お前選択肢ないやん、可愛い子フォローしてたから。どうしよう、下から2番目でいきますか、じゃあ。下から2番目、いきます、フォローする。うわ、またセンターラインを。ぐっちゃりぐっちゃりいってんな。うわ、もう見えんってもう。もうどうなっとんだ、このタイトル画面は。もう一回行こう。僕。気づいたよ。何を気づいたんだ？この世界ループしてる。お、ついに分かったんだ。僕は殺されるのを分かってて、画面の前の君はフォローするを選ぶんだね。いや、だってそれ以外選択肢がないんだもん。しゃあないやん。憎い。お前が死ぬほど憎い。うわー、もう俺のところ殺しに来ようとしてる、これ絶対。じゃあ下から2番目で行かせていただきます。うわー、こめかみの部分から。エータ、大丈夫？エータ、うわ、もうついに消えた。タイトル画面すら消えちゃったじゃん。スタートしましょう。ふっ、シンプルなフォローするしかない。いきましょう、フォロー。やっぱりフォローするを選ぶんだね。だってそれ以外に選択肢がないんだもん。しゃあないやん。どうすればいいの俺ん？なんでなのねえ、なんで、なんで僕のことそんな締めようとするの。ねえ、やめてよ。痛いのは本当に嫌なの。やめて。嫌だ、怖いのは嫌なの。絶対にお前のこと許さないから、必ず殺す。絶対に殺す。絶対に絶対に絶対にぶっ殺す。絶対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 ピースみたいなタイミングで言っちゃった。体を二つ伏せて、体を上下に起きて、爪を全部剥がしてから、歯を全部抜いてから、金丹ぶっ潰して、槍でついて。うわ、すごい殺意がこもってんな、めちゃくちゃ。串刺しにしてから耳から槍を貫通させてやる。絶対に僕と同じ、僕以上に苦しめて殺してやる。うわあ、俺のこと殺しに来てる。明らかな俺を殺しに来てるやつだ。もうこれは。俺どうなっちゃうんだこれ。なんか押せる？うわ、来た。え、あ、強制終了した。
ちょっと再起動してみましょう。再起動したらどうなる？うわ、あ、もう完全に再起動。なるほど。とりあえずちょっと戻ってきました。はい、というわけで今回はこちらのフォロバされないと死ぬ、こちらのゲームやってきました。フォロバされないとただ死ぬっていう、もう ただただあのエイタ君が理不尽な目にあっただけっていう、そういうゲームでしたね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。